皆さん、やっばいことが起きました。ブドウです。ごきげんよう皆様、ブドウです。信じられないことがね、起きました。皆さん、のだめカンタービレ知ってますよね。なんと、のだめカンタービレの野外フェスにブドウ出演することになりました。信じられない。もちろんのだめカンタービレ見ていました。もう僕ドンピシャ世代、もう僕の学生時代の青春そのものであります。そんなのだめカンタービレの野外フェスに私ブドウ出演することが決定しました。信じられない。学生の頃のね、あののだめを見ていた頃の自分に教えてあげたいほど本当に嬉しいです。しかも場所があの赤レンガ倉庫、横浜の赤レンガでやります。ありえない。もうこれもお話をいただいてすぐに即答でやらせてください。もう二つ返事で挑戦を決めました。そして今回はあの宮本恵美里さん、バイオリニストの宮本恵美里さんと共演をさせていただきます。そしてブドウがソロでピアノを弾くステージもあるみたいです。もう詳細はですね、概要欄に貼っておきますので、ぜひ見てください。いや、本当に皆さんのおかげでもう夢のようなステージ掴むことができました。もう全力でのだめの世界に僕も入っていけるように頑張りたいなと思います。ぜひ皆さん応援しに来てください。それでは皆様、赤レンガでお会いしましょう。